こいつはすげえ。こんなにたくさん人がいるぜ。いやみんな、こんにちは。お前たち、最高だぞ。おお、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶、完璧だったやつ見つけたぜ。ガイズさん、こっちの後ろだ、一番前の列で通路から2番目の黒っぽい甲羅の大人、そう、その人だ。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだ。リョータと言います。リョータ、クールな響きじゃないか。ありがとう、君にみんなのお手本になってもらいたいんだ。俺が最高だぜって言ったら、さっきみたく両方のヒレを元気に高く上げるんだ。お手本になるように全力でやってくれ。じゃあ行くぜ、リョータ、最高だぜ。バッチリだ、みんな彼に拍手しようぜ。さすがリョータ、完璧だったぜ。ありがとな。よし、次は誰と話をしてみようかな。お、次はこっちの前にしよう。前から3列目、一番通路側だ。頭に面白い二枚貝みたいのつけてる子いるだろう。そうそう。こんにちは。こんにちは。名前は？サラ。サラ、よろしくな。じゃあサラにちょっと聞きたいことがあるんだ。サラは今何歳？8歳。まだ卵から帰ったばっかりじゃないか。じゃあさ、今日は誰と一緒に来たんだ。パパとママ。わかったぜ。じゃあ一緒に来てくれたパパとママはどこにいるんだ。ひれあげて教えてくれ。そうだよな、隣だよな。じゃあ隣のパパと話ししようか。パパ、こんにちは。こんにちは。名前は？タクヤ。タクヤ、よろしくな。じゃあさ、パパである君にも聞きたいことがあるんだ。サラからさ、いろいろと質問をされたことってあるかい？あります。おお、そうか。俺の息子のスクワートもそうなんだよ。俺たち親同士、バッチリ気持ちが、あ、通じ合ったな。教えてくれてありがとな。サラもありがとな。いや、実はさっきのスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間ってあんなに僕たちと違うのって。俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからさ、今日は俺に人間のこと教えてくれないか。協力してくれるなら元気に入れ上げてくれ。どどーい。おお、お前たち最高だぞ。リョータ、今の良かったぜ。じゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、この中で食べる人いるかい？いたらひれあげてくれ。どうぞーい。食べないやつ結構いるんだ。動けんのか。そうだな。じゃあガイドさん、真ん中の後ろだな。あ、前から4列目、こっちの通路側だな。やっぱり頭に面白い二枚貝乗っけてる人が入れ上げてくれたんだ。そうそう、二枚貝流行ってんだな。こんにちは。こんにちは。名前は？ノアです。ノア、よろしくな。ちょっとさ、ノアにも聞きたいことがあるんだ。ノアの大好物って何？お刺身です。初めて聞いた。それどんな食べ物？魚です。確認するよ。ノア、魚食べる？食べます。みんな逃げろ。ここどこだと思ってるんだ。ちょっとノア、肩ひれあげよう。で、俺が言った言葉を繰り返してくれ。魚は友達。魚は友達。餌じゃない。餌じゃない。守ってくれよ。頼んだぜ。人間の冗談えげつないぜ。じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問あるやついるかい？なら入れ上げてくれ。なんでもいいぜ。そうだ。お、じゃあ早かったからこっちの前から行こう。一番前だな。で、
端から3番目になるかな、おちびちゃんが元気にひねあげてくれた。こんにちは。こんにちは。名前は？リハリオンです。リオン、よろしくな。質問は何だ？好きな食べ物は何ですか？あ、俺が好きなのかい？俺はこの下のこの海藻が大好きなんだ。毎日毎日海藻ばっかり食べてるから、ほら俺の体海藻色してるっていうわけなんだ。あ、そうそう、これは SS コロンビアの研究員が言ってたんだけど、俺毎日海藻ばっかり食べてたら今体重300キロあるって言われたんだ。ウミガメの中でもかなりでかい方らしいぜ。だから君もいろんなものをいっぱい食べて300キロ目指してくれた。毎日最高だぞ。よし、他にあるかい？大人でもいいぜ、遠慮するなよ、ひれあげて。どうぞ、質問あるやつ。じゃあ次は真ん中の後ろにしようか。前から2列目、こっちの通路から2番目だ。丸い2枚がつけてる人だな。そう、こんにちは。こんにちは。名前は？ゆめです。ゆめ、よろしくな。質問は何だ？クラッシュが人生で一番大変だったことは何ですか？大変だったことなんだろうな、まあいろいろあったけど、サメの奴らに襲われそうになった時、あの時大変だったな。あいつらさ、俺たち見つけるとすぐに襲いかかってくるんだよ。でもいつかはそんな奴らとも俺友達になりたいなと思ってんだよな。あ、じゃあさ、夢の一番大変だったことはどんなことがあるんだい？先輩との人間関係が大変。生々しい。あ、でもそういうのもあるの分かるぜ。でもそれを経験することによって君は大人の女性になれると思うんだ。いろいろ大変かもしれないけど頑張れよ。応援するぜ。みんな彼女に応援の拍手しようぜ。最高だ。そうだ、これからみんなに聞きたいことあるんだ。この間さ、スクワートが変なものを拾ってきたんだ。これ一体どうやって使うものなんだ。使い方分かるやついる？いたらひれあげてみて。どうだい？じゃあ、カジさん、こっちの後ろにしようかな。前から2列目にするか。で、こうやって使うのか。聞かずに分かった。みんなのおかげだ。お前たち最高だ。よし、今度は俺が答えるぜ。質問あるやつ開けて。何でもいいぜ、遠慮すんなよ。そうだな、じゃあ次はこっちの後ろにしてみようかな。前から2列目だな。一番端にしようかな。長い2枚貝乗っかった人だ。元気に開けてくれさ。こんにちは。こんにちは。名前は？高吉です。高吉、よろしくな。質問は何だ？最近仕事を辞めたんですけど、クラッシュのところで働かせてくれませんか？俺のところっていうのはどういう意味だい？子育てです。こっち来いよ。いつでも待ってるぜ。早く来てくれ、楽しみにしてるぜ。お前たち最高だぜ。なんだこの音。アイドルフォン壊れた。ハロー。ハロー。なんだ、ベリーだったのか。あ、ちょっと呼んでみようか。おい、ベリー。うー、クラッシュ、やー。よー、ベリー。ハロー、人間。なあ、ベリー、得意のエコロケーション。みんなに見せてやったらどうだ。見てて、うー、何か見えてきた。うー、わー、耳が4つある人間がいる。ね、あの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。おお、耳が4つ。ああ、みんなの頭についてるやつか。ベリー、あれ耳じゃない、二枚貝だ。いやー、でもエコロケーション食うだよな。人間もできるかな。そうだ、あいつにやってもらおう。リョータ、君の出番だ。
君もエコロケーションで俺のヒレが何本上がってるか当ててくれ。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて、さっきのメリーみたいな。そうそう、で目閉じるんだ。いいかい、俺がいいって言うまで目を開けるなよ。そしたらうーだ、いくぞ、せーの、うーで、まだ目を開けるな。じゃあ亮太、俺が開けてるヒレ何本だ。2本ですか。ねえ、開けてみろ。大正解だ、みんな彼に拍手しようぜ。最高だ。カエル、カエル、カエル、カエル。パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。わかった、わかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと話せてすげえ楽しかったぜ。お前たち最高だ。ありがとうな。楽しかったんだよ。